僕はね、アメリカの大学院生の時に大変お世話になったのは金森教授ですね。で、金森先生も実はちょうど僕は学部4年の時に東京大学教授を辞職して、カリフォルニア工科大学の教授になりまして、で、大変お世話になりました。で、そういう関係で1982年に 日本の法律学科終わって外国人の採用ができるようになって、そこで僕東大からオファーがあって、で東大の助教授になりました。もうあっという間ですけど、もう27年になろうとしてますね。地震学にはあの内部構造問題と震源問題両方ありまして、 私は最近は主に内部構造の研究をやってます。まずですね、司法から言うと内部構造を推定するために地震波のデータを観測します。実際の地球の表面はそれぞれの観測点にどのように揺れました。で、その波形データと理論波形データを合わせます。で、当然その理論波形と観測波形が合わない。で、 より合うように内部構造モデルを改善する。で、その系統的な推定の仕方を開発して、それは我々波形バージョン。と呼びます。で、波形バージョンによって、マントルの対流はどのようになっているか、あるいは、マントルの岩石はどういう構成物質からなっているとか、 特に水がある、特に温度が高いなどなど、地球の内部力学を理解する、その課題に応えるための貴重なデータをどんどんこれから推定していきます。地震はですね、日本の地震学にはいろんな影響を与えました。特に津波研究の常識とか、 どこでマグニチュード級の地震が起きることとか、どうやってこれからの地震度を確率的に予測見積もりを行うか、いろんなことを見直さなければいけないということになってます。実はね、予知研究、国内でも海外でも100年ぐらい前から、 地震の予知できるならいいなという、素朴な発想があって、で、それはそうですけれども、で、残念ながら、必ずしもこれまでの予知研究はきちんとしたものではないと言わざるを得ません。予知研究は別に完全には否定してないんだけれども、特に予知研究は きちんとした高い学問的レベルでないと行うべきではありません。で、私はね、地震の1ヶ月後にイングランドの科学雑誌に再検討の必要性を訴える論文を発表しました。で、これはその論文からのズームなんですけれども、ベースマップはね、日本政府の確率的予測を示しています。 特に赤では政府の確率予測によって危ないと思われたところですね。ところが地震の発生した場所、特に3.11他のやつもそうですけれども、その場所と危ないと言われた場所は異なったところですね。ですから、これは 単なる計算ミスとかそういう事件のものではなくて、これは、政府の長期的確率的予測に使われたパラダイム前提は間違ってるということを示唆します。したがって、新しい地震発生のパラダイムが、例えばアインシュタインの特別相対性理論とか、 そのぐらいの革命的なパラダイムシフトが地震学にも
必要であるということです。で、僕みたいなもう60歳前後の研究者はまあ頑張りますけれども、まあ、ぜひ若い諸君は地球物理学、地球惑星物理学に進学していただいて、この必要となる新しいパラダイムを研究して、まあ、発表してもらえませんかと考えています。